猫のさじ加減のコーナーです。今日でさじ加減出すの厳いな。はい、というわけで、はい、猫さんが描いてくれたイラストなんですけど、猫のさじ加減描いたっつーか、くのこさんのイラストをちょこちょこっといじった、うん、はい、このコーナーの説明をします、はいはい、このコーナーはですね、今日の試合において、うん、猫さんが気になったシーン、はい、気になったプレー、サッカー関係ないシーン全部含めて、はい、猫のさじ加減でいい感じだったよっていうシーンを、うん、発表するコーナーでございます。パチ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 。まあ一つはあれですね、まず、いや、まあ、待って待って、もういきなり発表しちゃう。え、ダメ？ちょっとためよ。あ、ためるの今日はね。いや、今日2つあるからためなくて。どんな、シーンがピックアップされるのか猫のさじ加減で、はい、いいシーンがね決まるんで、うん、こう楽しみですね。0対4の試合で、はい、どこをピックアップするのか、じゃあ猫さんお願いします。はい、一つはもう、あのスタジアムに駆けつけたサポーターさんですよ。トスのサポーターさんね。確かに、はい、なんせ売り切れ、うん、ビジターがね、今日レータさん売り切れだったそうですよ。すごいですよね。あのダゾーンでも声、声援すごい聞こえてて、そうなんだ。もう素晴らしいですよ。あとであれだね、見てみたい、声ありで我々も見ましょう。それだけにね、うん、試合内容悔しかったでしょうね。うん、でもサポーターさん本当に最後まで声援送ってくれて、うん、そうそう、最後までよく声聞こえてました。素晴らしいっす、うんうん、ありがたいっす、ありがたいっすね。でも猫さん、それこそあの、はい、ツイッターでもいっぱい見ましたけど、はい、QX、はい、逆だ、そうですね、うん、GX です。あのトスタップさんね、現地たくさん行ってらっしゃるじゃないですか、はい、もう終わった瞬間、さあお好み焼きだ、さあ牡蠣だ、ね、さあ何々だって、うん、広島のグルメを ね食い尽くす堪能してて、切り替え、ね、大事ですから、大事ですね、うん、あのいつも出てくださってるゆうすけ先生の X で、うんうん、あのどこのお店でも佐賀弁が聞こえるってつぶやいてありましたから、いっぱいそのあたりのね、お好み焼きやら、うん、柿屋さん、何屋さん、うん、とりあえず食べてるんでしょう、うんうん、どんどん食べてきてください。今日の猫のさじ加減、はい、一つ目はサポーターということで、はい、もう一つがですね、何分だったかとか全く覚えてないんですけど、いつものことです。フリーキック、はい、フリーキック、うん、フリーキックだと思う。あのどっちの、広島の、はい、であの結構あのボール近くの、うん、あの選手がちゃんと並んでやるやつ、うんうんうん、であのパギさんが調整してたんですよ、もうちょっとこっちとか、うん、であの多分思い通りの配置になったんですよね、うんうん、あのもう多分その時点で負けてたとは思うんですけど、うん、あの全然パギさんの顔は負けてなかったんですよ。あ、その壁を配置して、そう、よしそこだみたいな、そう、行くぞ行くぞみたいな感じでグッって、あのそこでいいよ、いいねサインとかして、うんうんうん、気合入ってて、この試合負ける気はしねえってきっとパギさんは戦ってたんだなっていう。あ、そのパギさんの表情に、そう、猫のさじ加減、そう、さじ加減、ひとさじ、ひとさじ、あ、ひとさじ、大さじプレゼント、あ、大さじプレゼントしましょう。とっさぽさんにも大さじ1杯、はい、という感じです。レータさん、はい、これキーパーの表情まで見てくれるのは、こうキーパー経験者としてもちょっと嬉しいんじゃないですか。ちょっとそうですね、やっぱなんかこうなんすかね、劣勢の中でもこう顔死んでないとかっていうとこまで分かってもらえると、なんかこう来るもんがありますよね。やっぱね、キーパー大事ですからね、トス、なかなか、うん、そうそう、なかなかね、 MVP とかなかなか取られないポジションなんで、そうですよね、うん、あとはゴールだけですね、ありがたいや。今日スローインも投げたんで投げたね、もう見慣れちゃって、ね、うん、投げるだろうなって思って見てたら投げました、うんうん、綺麗なスローインでした、ね、そうそう、来た来た、両足揃えて、うん、というところで、じゃあ猫のさじ加減は、はい、サポーターさんとパギさんに大さじ1杯ずつということで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。